精神に食い込むような圧迫感は意義は俺たちをどこに連れて行こうとしているのだ。わしにはもう分かった。この雰囲気は、このどす黒い感覚は、この館は写真の意義。おめえがここを見つけるとは。長太郎たちの眼前に異常ともいえる妖気を放ち、そびえ立つ館。すべての元凶であり因縁でもある邪悪の化身の住まう場所。この場所を目指し長い道のりを旅してきた。巡ってきた国々、間髪を入れず送られてくるディオの資格のスタンド使いたち。一筋縄ではいかない、まさに命を懸けた戦いの連続であった。泣き、笑い、悲しみ、怒り、喜び、あらゆる感情が渦巻いた旅路。長太郎の母ホリーの命を救うために日本を経ってから実に50日近くが経過していた。すべてはディオを倒し、100年に及ぶ因縁に決着をつけるため。ジョセフは思った。娘ホリーの命を救うため必ず目的を果たすと。華教員は思った。ホリーのため、そして自らの心の弱さを克服するため必ずディオを打倒すると。アブドゥルは思った。この世には栄えてはならぬ、必ず滅ぼさねばならない悪があると。ホルナレフは思った。肉の目で自分を操り、正義にもとる行いをさせたディオに必ず報いを受けさせると。イギーは思った。自分が理不尽な目に遭うのは全てディオという野郎が原因だ。ならばひどい目に遭わされた借りは必ず返すと。そして、つまりここでディオをぶっ倒せば全て丸く収まるってわけだ。いる、この感覚は間違いなく奴だ。奴は今この館の中にいる。我々の旅はついに終点を迎えたわけだ。覚悟はいいな。